こんにちは、トムです。今日はね、もう皆さんとても反響が良かったこのアコギのスピーカー、これをなんとかね、もうちょっとものにしたいと思って、最終的にはまあ、前回の動画をね、見ていただくと分かるんですけど、バスレフポートを入れたらちょっと抜けが悪くなったっていうところでね、まあ、あの後すぐ撮りました。で、まあなかなかいい音になってるんですが、今回やりたいのはスピーカーターミナルまだつけてないので、どうせならもう 50mm の穴をもう一個開けて、まあ、ダブルバスレフというかね、2箇所穴が開いた音を聞いてみて、1個の方がいいなと思ったらスピーカーターミナルで埋める、2個めちゃめちゃいいなと思ったらもう1個穴開ける、ダメならスピーカーターミナル埋めるみたいなね、みたいな感じでちょっとやっていきたいのと、あとはスピーカースタンド、これね、これはトムズラボ製の無指向性スピーカー用のスタンドなので、ちょっとね、なんとかいろいろ考えてガーデニングの材料で安く、これ150円とかね、この石も398円サンキュッパとかね、こうくっつけて、でなんかこんな風に立とうかどうしようかなとか迷ってます。ちょっとねこれ悩ましい、まあ、とりあえずなんか作ります。ということで今日はアコギスピーカーやっていきます。お楽しみ。それ一応今のところの作戦はこれとこれをとにかくくっつけないとね、大変だし危ないので、その作戦考えました。まあ、こういうものをね、コンクリートボンドでくっつけます。穴開けてね、ビス打つっていう手もあるんですけど、ちょっと割れちゃうと怖いので、まあ接着でいきます。大好きなホットボンド、仮止め用にこれつけて、実際はねコンクリートボンドと、コンクリートボンドを真ん中をやってぐるぐるとつけておいて、でホットボンドを真ん中にぐじゅっと落としておく。そしていきます。すごいなこの作業、ホットボンド最強こんな荒技なかなかできないですからね、ホットボンドとコンクリートボンド併用するっていう、もうこれ固まった風に見えちゃってるからね、実際固まってないんだよね、やば。ホットボンドつけちゃおうかな。こんな感じでホットボンドも忘れずに、あ、急がんとね、あ、これ急がんとやばいな、これ急がないとね、やばいですよ。よいしょ、面白い、もう固まった風だもんね、風。それじゃあね、丸棒、この棒を切っていきます。よし、そうしたらね、これもうバンバン切っていきます。もうこいつ今ペンチニッパーで切れなかったんでね、もうグラインダーでいきます。さあ無事にこの輪っかが欲しかったんでね、切ってきました。適度できたらね、ビューンって、イメージは
おはようございます。今日2日目、今日はギタースタンド、スピーカースタンドを塗っていきます。今日のポイントはこれ、皆さん真似してください。テレビ台だったかな、テレビを回転させるターンテーブル、めちゃめちゃ塗るの便利なんでね、真似してください。ではですね、スタンドが出来上がったんで、もう早速ね、まあ、スタンドの話はサブなんでね、早速ちょっと音の、実験していくんですが、まず前回のね、穴を1個開けた状態で録音しておきます、ね、それでその後に穴を2個開けたり、あとはこれですよ、バイオリンの仕組み、何でしたっけ、響く音ボーボーコンコン、何でしたっけね、そのボーボー入れることで、多分裏板と表の板をこうやるんでしょうね、こういうふうにね、そこである程度張りを持たせて響きをどうのこうの、これもコメントいただいてありがとうございます。買ってきたんでね、ちょっとやってみたいと思います、という実験もしていくので、じゃあボトルオープナーをね、聞いておきましょう。いい感じですね、やっぱ優しい音がね、いい感じで出ております。これがね、どうなるか、穴をまず開けていきますね。いきます。あ、今日はね、言い忘れました、オールウェスタンダマンの真空カンプ、これで聞いていきます。この間ね、真空カンプで聞きたいっていうコメント入ったのでね、後でお見せします。さあ、穴開けていきますよ。この間はここに開けましたよね。なので今回はまあ、ここをスピーカーターミナルに後々してもいいので、やっぱね、スピーカーからちょっと遠いところの方がね、いいんじゃないかということで、ね、でも平らな部分がいいから、ここら辺ですかね。ね。大事なギターなんで、位置は少しちゃんと出します。もう同じ条件で撮りたいんで、もうマイクこのまま、何も触らずにね、行きますんで、マイクこのまま、アンプのボリュームもそのまま、ね、このままで作業してます。下穴開けましょう。さあ、できました、やっていきましょう。さあ、それではね、穴を2個開けた状態、ボトルオープナー聞いてみましょうか。まだ聞いてないんでドキドキですが、いきます。穴2個ボトルオープナー、違いかもう分かんないけど、穴2個もいい、ちょっとこっち側がビビってたんで、
調整しますけど、穴2個もいいな。これでもう1個開けるか。でももう1個開けてスピーカーターミナルってまた埋めればいいんで、なのでもうスピーカーターミナル行くつもりでこっち同じ位置に行きます。じゃあ何やってんだかってなんだけど、でもこれいいかもしれないですよ。トリプルバスレフポート行きましょう。ボトルオープナー、これ一番抜けはいいはずなんでね。するけどな、どうでしょう。
イオリンのそれをちょっとね真似してやってみたいと思います。多分若干長めに切って